ジュルチャーニフェレンツは、ハンガリーの政治家、元首相。メッチェ・シ・ペーテルゼン首相が、連立相手である、自由民主同盟との政策の不一致により、辞任したのを受けて、2004年8月25日に、所属政党のハンガリー社会党によって、首相候補に推薦され、2004年9月29日、議会の投票により、首相に選出された。賛成票は197。 反対票は12。最大野党は投票しなかった。2009年4月に首相を辞任。現在は民主連合の党首を務めている。ハンガリー西部のパーパシー生まれ、裕福ではない家庭に生まれたとされている。ヤヌスパンロニュース大学において1984年に教育学部を、1990年には経済学部を卒業している。彼はまずはじめに、 若い共産主義者たちの組織である共産主義青年同盟において政治活動を始めた。その後、キスの後継組織である民主青年連盟において副委員長を務めている。しかし1990年以降は政治活動から離れ実業家に転身し、アルティス社をはじめとするいくつかの会社を設立している。リスクを恐れない経営手法によって彼は ハンガリーの長者番付の50位にランクインするまでになった。2002年、彼は前首相メッチェシペーテルの最高戦略顧問として再び政治に関わるようになった。2003年には MSZP に入党し、同年5月にスポーツ青少年大臣に就任している。彼の任期中、ハンガリーは2004年夏のアテネオリンピックを含む多くのドーピング事件に直面した。 2004年の1月に JL モションショプロン県の代表に就任する。同年の夏、彼とメッチェ氏の信頼関係に大きな問題が現れているように思われた。噂によると、メッチェ氏は首相の座を争うライバルとしてジュルチャーニを恐れているから大臣を解任したのだと。しかし、間もなく、メッチェ氏は連立相手との祖母により辞任に追い込まれ、 より政権を維持しやすい首相として、ジュルチャーニが選出されることになった。二度の結婚、四次の父、ペーテル、バーリントは一度目の結婚から、そしてアンナとタマーシュは現在の結婚による。妻は法律家であり、ブダペスト大学にて教鞭をとっているドブリブクラーラである。首相として挑んだ二千六年の議会選挙で、与党の社会党と自由民主同盟が勝利、 体制転換後初めて与党の政権続投を実現した。選挙後、第二次、ジュルチャーに政権を発足させ、行財政改革や医療改革、教育改革に取り組んだが、国民に負担を強いるものであったため、国民の間に不満が高まった。そして同年9月、選挙戦において、財政状況を偽ったとする出現がきっかけで、首都、ブダペストなど各地で、 首相辞任を求めるデモが発生。デモは9月17日から地方議会選挙直前の9月29日まで継続した。10月1日に行われた地方議会選挙で、社会党は大敗、大統領であるヨ与村アースローや最大野党であるフィデス・ハンガリー市民同盟からは退陣を求める声が上がったが、これを拒否した。同月6日、国民議会で行われた 新任投票において、新任票が半数を超えたことで、とりあえず政権維持に成功した。しかし、2008年3月の国民投票後、改革の進め方をめぐって、与党内で対立が激化、同年4月に自由民主同盟が政権から離脱したことで、社会党の単独少数政権となった。そして、世界金融危機の直撃を受け、ハンガリーは、 国際通貨基金等に総額200億ユーロの緊急融資を要請する事態に陥り2009年3月21日辞意を表明した首相辞任後の翌2010年4月に行われた議会選挙でフィデスが圧勝与党社会党は大惨敗を喫しゲアすることになった選挙後の二千十一年十月より幅広い中道左派勢力の結集を目指すため 自身を含めた社会党、議員10名とともに社会党を離党して、新党を結成する方針を表明。11月、院外政党である民主党を引き継ぐ形で、新党、民主連合を結成、党首に選出された。これまで批判されてきた政府と国民の対話のあり方を改善できる唯一の首相として、彼は連立与党に支持されていた。 彼らは2006年春の選挙において、彼と共に勝利することを望んでいる。強く指摘されているジュルチャーニの軽い演説手法は、一般の人々を不快にさせている。彼が資産家となった経緯については、政治的右派から常に疑問視されている。ハンガリーにおける悪名高い、K&H 資金洗浄疑惑の使用容疑者である。 クルチャール・アティッラからジュルチャーニという名前の人物の関与が示唆されている。しかし首相はこの件に関しての関与を否定している。2005年2月2日、ハンガリー社会党の決闘記念式典において、サッカーのサウジアラビア代表チームをテロリストと形容した。後に彼は謝罪したが、サウジ王室は大使をハンガリーから一時帰国させている。2005年12月9日、 新聞の報道に対しての訴訟において敗訴している。首相在任中の2008年5月、巨大火事の建設予定地となっていた、シュコロウ周辺の国有地民間払い下げに関する、職権乱用疑惑が、浮上。9年10月に、シッフェル・アンドラーシュ議員の提訴によって捜査が開始された。2011年4月、国会は検察の申し立てに基づき、 元首相の不逮捕特権を停止した。10月、中央検察庁は、ジュルチャーに元首相に対し事情聴取を行ったが、疑惑を全面的に否定するジュルチャーには、不服申し立てを行い、証言を拒否した。また公平な捜査を行っておらず、政治家に主導された見せしめ裁判に加担しているとして、検察を批判した。ありがとうございます。